のインターネット通訳って言うんですけど、こんにちは、どうも。あの、これは何ですか？まず、これは寄せ木になりますね。寄せ木。はい。寄せ木細工。はい。これ丸いのも。あ、これはね、ちょっと違うんですよ。さすがに違いましたね。これはあの、ハーバリウムの、はいはいはい、じゃあ、 この小さい四角いやつ、はい、これですね。おー、これはこちら作ってるんですか？はい、うちの主人が大工で、はい、で、あの、はい、で、これ廃材、出た廃材をこう、はい、集めてもらって、はい、で、あの、寄せ木っていう形で、で、それを私があの樹脂材、レジンっていうんですけど、それをコーティングして、こういう形にしてます、アクセサリー。面白いですね。ありがとうございます。はい、こんにちは、長野インターネット通訳と申します。こんにちは。今あの上田市にありますミユ、はい、ミユカフェの横にあります駐車場ですかね。そうですね。に来て、まあ、イベント今マルシェ、なんていうんですかね、はい、手と手という、そう、手と手と一ですね、に来ておりますけども、そこで出展されているちょっと珍しい出展の方がいらっしゃったのでちょっとお話聞いてみましょう。はい、すみません、自己紹介お願いします。はい、ステンドグラスのアクセサリーを作っている岩崎めぐみと言います。岩崎さん、はい、岩崎さん、これは何ですかね、これ。これは、はい、ステンドグラス、ちょっと手を挙げていただきますか。はい、じゃあ、私が作ってるのは、はい、ステンドグラスのアクセサリーを中心に作っています、はい、例えばこういうピアスとか、はい、まあ、これはイヤリングにもなるんですけど、はい、こういうのを中心にアクセサリーを制作しています。なるほど、はい、ガラスなんですが、あ、はい、すごく綺麗な色をしているガラス。あ、普通のガラスと違うんですか？そうですね、ステンドグラス専用のガラスを作ってます。ステンドグラス専用のガラスというのはどういうガラスなんですか？あ、もうそれ専用のガラスなので、その熱に強いというか、はい、まあ、もう色がついてるっていうのがその特徴ですかね。はい、なんか普通のガラスよりこう鮮やかな色をしてると思うんですけども、はい、そのステンドグラスの魅力っていうのは何でしょうか？あ、やっぱりこう見てもらうと、あの、白いこう白地のところにある時と、はい、こう光に透かす時のガラスの、あ、そうですね、こういう感じでいいですか、はい、ちょっと変わったりするんですけども、はいはい、そういうのを楽しんでもらうっていうのもまた魅力なのかなと思ってます。そのステンドグラス、なかなかあの珍しいかと思うんですけども、はい、いつ頃から始めてるんですか？初めて作ったのは高校の時で、はいはいはい、その授業でステンドグラスの授業があったんですけど、それが初めてでした。授業でステンドグラスなんてなかなかすごいなと思うんですけど。あ、そうですよね。その学校の先生が趣味で始めたのが、授業でもその取り入れられて作ってました。なるほど、はい、それからもうかれこれ、そうですね、もう何年だろう、7年8年まあ、その間にはこうブランクというか、はい、もうあったんだと思うんですけども、はいはい、そのまた再度こうやり始めようと思ったきっかけは何だったんですか？あ、一回、そうですね、やっぱりものづくりが好きだなって思ったのがきっかけで、それでいろいろその時の先生に相談して始めたのがこのステンドグラスがきっかけでした。あれこれ何年か続けてきて、はい、まあ、これからそのステンドグラスをどんな風にこう自分の中でやっていこうかなって思うとか。そうですね、今のこの作品作りの魅力をもっとどんどん各地に赴いて伝えていければいいなとか、あと SNS を通じてでも魅力を伝えていきたいなとか思っております。こんにちは、長野インターネット放送局と申します。こんにちは。こんにちは。こんにちは。今上田市の、はい、何カフェつったっけ？はい、ミユカフェさんが、ミユカフェさんのすぐ横にあります、はい、そこで手と手という、手と手と一というものをやっています。そこに出展されている方ですよね、はい、どんな作品を作っているのかちょっとご紹介いただけますか？はい、私が作っているものは、はい、あのウッドビーズに刺繍糸を巻きつけた巻き玉というものなんですが、どうぞ、どれですか？そうですね、例えばこういったこれなんですけど、ビーズの間に入っているこれが、はい、あの全部ウッドビーズに刺繍糸をこう一つ一つですね、はい、巻きつけたものになるんですけれども、はいはいはい、なのでパーツを手作りしてそれをアクセサリーに
主にどんなアクセサリーなんですか？そうですね、主に作っているのはあのピアスですとかかんざしが今はメインですね。これですね、はい、こちらになります。わ、これすごい。これさっき見てきた寄せ木ですか？そうですね、はい、寄せ木コラボさせていただいたものなんですが、はい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 、寄せ木と それからもう一つ、はい、じゃじゃーん、先ほどのお話を伺いましたステンドグラス、はい、ステンドグラスですか？ステンドグラス、ステンドグラスですね、グラスですね、はい、これもコラボということで、はい、そうですね、今後どんな風にこう展開していこうと思ってるんでしょうか？そうですね、まずはこういった活動してるってことをいろんな方に知っていただくために地道にじゃないですけどイベント出展したりとか、あとこう直接販売できることによってどんな人が買ってってくださるですとか、あのそういったことも分かったり、また今回もつけてきたよとかっていう、そういったものがとても嬉しく感じるので、なのでそういったことがもっともっとこう広がっていったりとか、そうですね、いろんな方にやっぱり知ってもらうことと、またこの巻き玉にもいろいろな可能性があると思うので、はいはいはい、そういったことを見つけられたらなと思います。巻き玉はいつ頃から興味もらっ、はい、されたんですか？あ、正直この活動を始めたのは2年ぐらい前なんですけれど、あのその当初にですね、彼女がもともとそのステンドグラスでこういった活動を始めるけど一緒にどうって聞かれて、でその際に自分のできることって何だろうって考えた時に、こういったことをやってみたいけど不器用だし、あの最初は縫い物とかもやってみたんですけど全然点でダメで、でもその中でこれをたまたまネットで知ったんですね、こういったものがあるよって、あ、こういうものだったら自分でも作れるんじゃないかなとか、これだったら刺繍糸の色の組み合わせでどんなものにでもなれるんじゃないかなって、そういう興味を持って作り始めたっていうのが岩崎さんのステンドグラスがきっかけ、はい、そうですね、本当はそこが最初がきっかけですね、はい、素晴らしいですね。そうですね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ぜひあのいろいろ頑張ってくださいね。あ、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。